皆さんこんにちは、関真理子でございます。今日お送りする曲はオペラの曲です。フランスの作曲家ビゼーの歌劇真珠鳥の中からアリアを単語にしたものを今日は演奏いたします。もともとはオペラのアリアですが、その曲をいろいろなアーティストが単語として演奏してヒットいたしました。それではいつものようにウクレレとスティールギターでお楽しみください。
鳥の単語いかがでしたでしょうか。それでは次の動画でまたお会いしましょう。アロハ。今日のワンポイントレッスンはこの真珠鳥の単語の中で最初に出てまいります、ちょっと特殊な奏法をご説明したいと思います。この奏法は右手をお休みいたしまして、左手のバーだけを一番下の太い弦をこすることで音を出して演奏するものです。ちょっとやってみますね。このように弦をこするだけで音が出るんですけれども、一番下の弦を使うことでかなり緩い張りになっておりますので、あんまりギュッと押し付けますと音が狂います。ですからなるべく軽く触れるようにして軽くこすって音を、ちょっとそれがコツなんですね。だからあんまりギューッと押しちゃうともう音程が変わってしまう。軽くバーを触れて左右にこすって音を出してください。この場合一番下の低音を弾くわけですから、スティールギターのボリュームをもう少し普段よりは音を大きく出すために上げていただきます。それと他の弦をノイズが出ないように右手でミュートをして、それで左手のバーを持った左手の中指を、弾いてるのは6番線ですけど5番線に中指を当てて上の音が混ざらないように弾くのがコツです。というわけなので、興味の終わりになる方はぜひトライしてみてください。今日のワンポイントレッスンはこれで終わります。ごきげんよう。